皆様どうもこんにちは。先ほど、10時半からでしたね。はい、下のね、平安亭の方で演奏させていただきました。はい、本日2回目の、僕たちの演奏を聴いてくださる方でどのぐらいおられます？ありがとうございます。先ほどもですね、アイルランドの歌だとか、あと、日本の唱歌とか、そうです、僕たちのオリジナル曲をね、聴いていただきましたけれども、昼からはですね、そうですね、ダンス音楽を中心に、はい、演奏しようかなと思うんですけども、まあハープとね、このハンマーダルシマの2台の楽器なので、あまりダンスのノリはねちょっと出しにくいんですけれども、はい、なんかね、楽しんでいただけたらと思います。もうさっきね、下の方にいてたら暑いなと思ってたんですけども、上に上がってきたらなんかマイナスイオンたっぷりで、はい、でハープのね音色とハンマーダルシマの音色で眠たくなっちゃうんじゃないかなと思うんですけどもね、もう皆さんどうぞ寝ていただいて、はい、なんか結構なのでね、聞いていただけたらと思います。はい、ではアイルランドダンス音楽まず聴きます。
器の紹介するの忘れてましたね、はい、ハンマードルシマーという楽器です。まあ、多分皆さん、そうです、僕東谷リズムの方に出させていただくのは3度目なんですけれども、先ほども話しました、実はそこの東谷中学校の出身なんですね、はい。まあ東谷リズムで、そうです、毎年紹介してますけれども、まあ、このハンマーダルシマがゆくゆく、今のピアノになってたんですね。ピアノの原型の楽器、ピアノを蓋を開けますと、まあ、弦がたくさん並んでて、でその鍵盤を押すとね、弦が、ハンマーが弦の仕組みになってるんですけども、その技術ができる前は自分でハンマーを持ってね、自分で弦を叩いて演奏しました。まあ一本ずつしかハンマーを持つことができないので同時発音数が2なんですね。でそのたくさんのね、たくさん同時にいっぱいの音が出るように発明されたのが鍵盤ですね。だから鍵盤のできる前のピアノ、私はだいぶ涼しくなりましたよね。今回初めて東谷直香さんの方に東谷いつも呼んでいただきまして、本当に素敵なところだなと思って先ほどから楽しませていただいております。ハープの紹介ですね、先ほどもご紹介したんですが、皆さんもハープというとグランドハープをご覧になる方が多いかと思うんですが、これはちょっとオーケストラのグランドハープよりも少し小型のハープでして、私のは29弦で、いろんな、あるいは22弦、もっと大きな30何弦とかいろいろあるんですが、私のはナイロン弦ですね。これ金属弦であったりいろいろあったり、アイルランドの象徴の楽器でして、ギネスビールのマークにもなっております。ユーロのアイルランドのマークにもなってますね。でグランドハープと何が違うかと申しますと、このグランドハープは音を変えるのにシャープとかフラットとかですね、黒鍵に当たるんですけど、ピアノの足元のペダルでやるんですが、これはアイリッシュハープは例えば普通に弾くとこれどうなんですけれども、これをレバーを上げると当たるんですね。です。下がるという、なので稲岡さんがすごい速い曲を弾くときに私必死になってこうレバーを上げたりして、これ間違えると悲しい曲が明るい曲になってしまったりとかとんでもないことになるので、きっとそのにらまれたりするかもしれませんけど、はい、お楽しみください。そんなこと僕睨んだりしないんですけどね優しいな、奥様に優しいです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次もね、ダンス音楽聴いていただきたいと思います。次はリールっていうね、種類のダンス音楽です。魚釣りのリールからね、そうなんですよ、そうなんですよ。まあそのリールでずっと巻き続けるっていう意味なんですけども、次のそのリールの全く休符のない、ね、そのダンスですね、お聴きください。Thank you.
います。喋るの苦手なんですが、ちょっと今までちょっとアイリッシュのダンスチューンをお送りしたんですが、すいません、はい、ちょっと聞こえてますね。次はじゃあ、今までは皆さんアイリッシュダンスチューンだったんですが、アイルランドのダンス曲だったんですが、ちょっと次は皆さんが知ってる曲ですね、ウォーターイズワイド、マッサンとか、マッサンではやってたのかな、マッサン流れてましたね、とか、あとその前のなんとかとか、連続ドラマしました、なんと花子さん、そう、花子さんとかで、あとアメージングレースで2曲続けて、はい、お送りします。
皆様どうもありがとうございました。次の曲で最後になります。最後の曲はですね、スウェーデン、夏のワルツ、涼しくなるってことですね。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。稲岡大輔さんの春カンマーダルシマ、そして